まあ、確かにね、あのマージャン入れろなんてユーザー誰も言ってなかったですからね。俺もうドキドキしてたもん、マージャン発表するとき。ほんとね、ボロクソやれんじゃないかなと思って。だって、あの、そのヨーロッパ系で、そのなんか、エルフとかがいる文化圏の中に、次のサービスはマージャンっていう。お前大丈夫かみたいな。でも俺それこそ日本だと今あの M リーグとかも含めてそのスポーツとしてある意味あの一生懸命その麻雀っていうものをちょっとギャンブルや賭博っていうイメージからそうじゃなくて知的競技としてっていうことをずっとやってきてるんですよ、この何年も。で実際試合見てても本当に面白いし、でそういうことを考えると、まあ別に無料で遊べる部分にだったら、しかも今回その外部の会社さんにも協力してもらって本当に素晴らしいアルゴリズムをね、本当こんな金額で大丈夫ですかって金額倍にしてお支払いしたぐらい乗ってもらったんで、あとは本当にそんなもん作ってないでって言われないようにどうするかっていう。でも幸いのことに本当にテーブルゲームとしては面白いじゃんとか、北米でもすごい興味を持ってくれたり、北米でプロの麻雀をやってる方が麻雀の非課線に麻雀を教えるあのツイートとかを解説してくれたりとか、ちゃんとコミュニティになってるんですね。そうなんですよ、面白くて。それがだってあの当時 Google トレンド1位麻雀になったことありますからね。麻雀ルールね。麻雀だからそもそも麻雀知らないっていう、だからまあこういう価値観の際を、まあこれは本業というかメインストーリーがね、はい、メインストーリーで更新止めて麻雀入れます、ドマ式麻雀入れますって言ったらそりゃそうっすかんですけど、長い時間ちょっとずつコストをかけて積み上げてきたものをってなってくるとまた違うだろうなって。でもそれってやらなくてもいいことじゃないですか。メインストーリー作ってれば別に売り上げ上がるわけで、じゃあ14の中に麻雀があるっていうことで新規に入る人いないですよね。違うんですよ、違うんですよ、麻雀ソフトが無料で、はい、たくさんの対戦者がいる麻雀ソフトって結構貴重なんですよ。あ、だから僕は麻雀するだけでいいんですよ、14は。そしたら、ま、はい、例えば14でドマ式麻雀のためだけにやったラッキー、こう無料で麻雀めっちゃやれるじゃんって。でも僕ハンゲームと同じだと思ってて、いつまで経っても自分の装備更新されないんですよ。いわゆるあの T シャツ、あのタンクトップと半ズボンみたいなもんですよ。だけど対戦する人は時々ね、ガロみたいガロも来るし、でめちゃめちゃ可愛いコーディネートで来るし、ね、悔しくなってくるんですよ絶対。あ、俺ずっとなんか半ズボンにタンクトップ、白のタンクトップなんだけどみたいな、そうなった時にあれってどう手に入るんだろうとかなってくるんですよ絶対。そうなったらあれちょっとたまには空いてる時間でちょっとクエストとかやってみようかなってなったらもう閉めたもんで、でそれでだんだんおしゃれからハマる場合とストーリーにハマる場合があれば、いずれ気がついたら立派な非課線になってジャン卓に座ってるはずなんですよ。これが僕全員じゃなくていいですよ。100人それが目的で始めたら1人でいい。ただこの一人の人がハマってくれた時、この一人の後ろに友達とか家族とかいるじゃないですか、はい、ここがまたその興奮を伝えてくれることで増えるんですよ。でこれが2になると掛け算じゃないですか。あとそれが多分14が他と違う考え方をしているポイントな気がします。